2023年ホームジムで買わないと損する器具全19選について、ジム歴ゼロで家トレ器具に総額40万以上投資をしてきた僕が初心者にも分かりやすくメリットデメリットをそれぞれ解説をしていきます。家トレ器具を紹介していく中で、ジムに一切行かずに試行錯誤をし続けているのはノリフィットネスぐらいだと思うので、信頼度は YouTube 一高い動画となっております。僕は今では器具も多くなりましたが、ジム歴なしで超メタボデブ、体脂肪率 25% から 6% まで落として大会にまで出場することができました。価格的にもコスパが最強な器具のみ厳選して紹介をしていきます。この動画を見てほしい人なんですけど、器具を買いたいが何を買えばいいか悩んでいる、コスパが一番良いものを選びたい、何から買うべきかわからない、そう思う方はぜひ最後まで見ていってください。この動画一本見れば絶対に損せず買ってよかったと思える器具に出会えます。ほんの数万円の投資が効率を爆上げしてくれます。僕たちが大阪から東京に行くときに無料で歩いていくことも、できないことはないですが、新幹線を使えば早く目的地にたどり着くことができますよね。筋トレ器具も同じ。このチャンネルでは科学的根拠をもとに家トレで体を変えていくダイエットや筋トレの情報を初心者にも分かりやすく解説をしていますので、ぜひ忘れる前にチャンネル登録しておいてください。それでは行きましょう。家トレダイエットのノリフィットネス。この動画の構成は絶対買うべき器具から順番に紹介をしていきます。器具ステータス評価星5段階をもとに全ての器具を評価しております。動画後半につれて優先度は低くなっていくのですが、ある器具と組み合わせると効果が上がったりもするので、自分の予算と相談して動画を最後まで見てカスタマイズを検討してみてください。意外と便利な器具もあるので、全て見た後相対的に選んでいけると間違いないと思います。それではまず個別に器具を紹介する前に、最終結論である僕が初心者に一番おすすめをする器具のセットパターンをもう先に紹介してしまいます。これだけ買っておけば間違いないのは、ダンベルプラストレーニングベンチプラス懸垂のセットです。これは器具ステータス評価星5段階評価で、おすすめ度星10です。いや限界突破してるやんけ、それぐらいねすごいっていうことですね。この3点セット全てを購入しても2万5000円で揃えてしまいます。ジムの平均相場が6000円前後だとすると、4ヶ月で元を回収できてしまうレベルのコスパの良さとなっているんです。さらにこの3点セットを揃えるだけで、肩、腕、胸、背中、足、腹筋をジムトレと変わらないクオリティで実現することができます。そもそもこの器具を選ぶ中で一番大切なのは、本当に筋肉を大きくできるのか、効果があるのか、ここが重要すべきポイントであります。なぜこの3点セットが最強なのかは科学が答えを教えてくれています。まず大前提として、筋肥大とはどうすれば起こるのでしょうか。それは機械的張力を筋肉に与えることです。そしてその値を分かりやすく総負荷量と言われて、重量×セット数×回数の合計値で表されます。例えば 100kg のバーベルを10回上げる人と 50kg のバーベルを20回上げる人、この2つは総負荷量が 1000kg なので同様の効果があると言われています。実際に2010年マクマスター大学で行われた研究では、被験者を2つのグループに分け、全力の 70% で1セット、全力の 70% の力で3セット、それぞれ疲労困憊まで行いました。その結果、総負荷量が 942kg と 2184kg となり、1セットより3セットの方がより筋タンパク質の合成率が高まったことが分かりました。さらに近年信頼度の高い研究を見ていくと、2019年ブラッド・ジョン・ションヘルト博士が行った複数の論文から分析して新たな見解を行う最高峰の研究手法と言われているメタアナリシス分析が行われました。その結果、週の頻度には関係なく、週あたりの総負荷量によって筋肉が大きくなることが分かりました。分かりやすく例えると、夏休みの宿題を毎日コツコツやる人と最終日に徹夜でやる人がいたとして、結果的に両方宿題が終わっていると思います。このようなイメージなんです。つまり筋肉を大きくするためには週あたりの総負荷量を増やす必要があります。実際に総負荷量が同じであれば、ジムでのトレーニングでも家でのトレーニングでも結果は同じになります。この根拠を裏付ける最新のメタアナリシス分析を紹介します。2021年リオグランデドスル大学の研究では、低強度最大筋力の 60% 未満、中強度最大筋力の 60% 以上 79% 未満、高強度最大筋力の 80% 以上、この3つの強度に分けて解析、さらに未経験者と経験者にも分けられて行われました。結果は、総負荷量が同じであれば重さに関係なく筋肥大に優位差がないと結論付けられました。また重たいものを持ち上げる筋力は重たいものを扱うほど伸びが良かったことが分かっています。しかし注意点は、自重トレなどの高回数のトレーニングはストレスが大きくなるため、ある程度ウエイトを使った方が効率よく総負荷量を稼ぐことができるのはイメージできると思います。筋肥大のトレーニングも筋力効果のトレーニングも両方バランスよく高めることで総負荷量を効率よく稼ぐことができます。そこで筋力効果に
に役に立つのがダンベルや懸垂器なんです。わかりやすく例えると、1万円の支払いをするときに1円で1万枚支払いをするのは正直だるいですよね。そこで500円玉ならたった20枚で済みます。どちらも同じ1万円ですよね。このようなイメージです。ここで大切なのは、自重トレでも筋肉は大きくできるが、回数が多すぎて時間や回数が多すぎて効率が悪いということ。1万円の支払いを1円でしようと思えばできるが効率的ではない、このようなイメージですね。総荷量は重量×回数×セット数でした。自重トレで唯一コントロールができないのが重量です。この3つは全て掛け算であり、重量を自分に合った最適な強度に上げていくことで筋肉の成長はより早くなります。そしてこの総負荷量を最も稼ぎやすく、値段も最安値で抑えてくれるのが、このダンベルプラストレーニングベンチプラス懸垂セットなのです。さらにこれらの器具は全て可動域を広く取ることができます。懸垂であれば広背筋が一番伸びます。インクライダンベルカールなら二頭筋が一番伸びます。ダンベルフライなら大胸筋が一番伸ばせます。このように最大の可動域を得られることは筋肉を成長させる中で非常に重要になります。実際に複数の研究がその効果を証明しています。2013年の研究では、20人の男女を対象にランダム化比較試験といい信頼度の高い研究手法で可動域と筋活動の違いを調べました。その結果、45度のスクワットより90度のスクワットの方が筋活動が増えて、さらに使用重量が下がっていたとしても広い可動域の方が効果的でした。可動域の広さが筋肉に与える刺激が大きいことが分かります。さらに2012年の10人の女性を対象にした全力の 50% から 90% の重さのスクワットで、30度から119度のスクワット、それぞれ筋活動を調べた研究では、深いスクワットほど大腿四頭筋およびハムストリングスの筋活動が高かったことが分かっています。2013年のこの研究でも同様の結果となっており、腕のトレーニングでも同じく調べた2012年のこの研究では、40人の男性を対象にランダム化比較試験が行われました。フル可動域とパーシャルの可動域で違いを調べた結果、フル可動域の方が使用重量が落ちて総負荷量も少なかったのに、約 2.4% 筋肥大効果が高まっていました。このように自重トレだと物理的限界がある可動域も最大に活用できるため、筋肉も大きくなりやすいです。これらの理由により、迷ったらこのセットが一番おすすめです。この後の個別器具紹介でもこれらを基準に評価をしていますので、参考になると思います。それでは個別の買うべき器具に参ります。ゲートルダイエットのノリフィットです。まず一つ目の一番おすすめする器具はダンベルです。迷ったらダンベル一択です。5段階評価マックスとなっております。圧倒的に自重トレよりも有利になり、ダンベル1個で全身のトレーニングが可能になります。重さも自由に調節できるため、初心者の方にも総負荷量を高めやすく、全身性過負荷の原則に従って少しずつ重さを増やしていくことで筋肉を停滞させず成長できます。とはいえ、いろんなダンベルがあると思いますので、僕が実際に購入した4つに分けてメリットとデメリットともに解説をしますので、どのダンベルが自分に合うのか、良さそうなのか、予算と相談して決めてみてください。まず最安値のダンベルがこちらです。これはメトロブログさんも紹介していて、僕がねガチの初心者の時に初めて購入したダンベルで今も愛用しています。メリットは安いこと、10キロなら4000円で買えますし、慣れてきたら重りだけ後から追加購入することができるので、少しのお試し感覚で買えるというのが良い点ですね。長く続ける意志が強い人はもう初めから40キロセットをね1万円で買うのが良いと思いますし、僕もこちら派でした。さらにこのダンベルは五角形になっているので転がらないこと、ダンベルを上に上げるときにオンザニーというね、こういった動きがあるんですが、これがやりやすいという点があります。また連結することでバーベルとして扱うこともできます。ただ僕は装着が面倒だったので、この機能はあまり使用していなかったです。デメリットとしては、横の棒が長すぎてダンベルカールやダンベルフライをするときに少し邪魔に感じることが多々ありました。また棒が長いので付け替えするときに回す回数が多くなり少し面倒に感じます。値段が安いけど少し使い勝手が悪いようなイメージです。値段を抑えたい方にはおすすめです。この次は鉄のダンベルを紹介します。値段は40キロで1万5000円と少し高くなりますが、鉄のダンベルというものもあります。先ほどのメリットでもあった横の棒が長いという点がなくなります。しかしグリップ連結ができないのでバーベルとしては使えず、グリップも鉄なので豆ができやすいという点があります。ただ値段が少し高いので、鉄製が良いという方はアイロテックさんのダンベルかスーパーにも売っていると思います。では次に、個人的に使用感が一番良かったダンベルはウルフヨックさんのダンベルです。メリットはグリップがまずゴム製なので、素手で握っても痛くなく、冬は冷たくないです。また丸型ではないので転がり防止にもなります。連結も可能でプレートも回りやすく、固定もしっかりしてくれます。オンザニーも問題なくできて1年半使ってますが、全く劣化を感じさせない丈夫さもあり、ダンベルでは一番良いかなと思いました。ただデメリットとしては値段が少し高い点です。 iPhone もそうですが、スペックが上がるにつれて値段が高くなっていくのは仕方ないことではあります。40キロで1万8000円となっていますので、ずっと使うものだから妥協
したくないなという人はウルフヨック製で、お金が厳しいけど筋トレを始めていきたいという方は最安値で良いかなと僕は思います。最後に可変式ダンベルも紹介しておきます。これは超便利なんですけども、重量を 4.5kg 刻みで簡単に調整できる点です。プレートの付け替えが意外と面倒なのですが、それが一切なくストレスフリーです。さらに1個40キロで合計80キロと、今まで紹介してきたダンベルよりも2倍重たくなっています。値段は少し高くなり約3万6000円します。しかし重さと便利さを考慮したら妥当な値段かなと思います。重量でね割って計算すると以下の通りなんです。最安値で1キロ250円、ウルフヨック製だと1キロ450円、可変式だと1キロ450円となっており、可変式や重さを考えると意外とコスパが良いのです。ただ初心者がいきなり買うのには少しハードルや値段も高く、片手40キロ使うのはなかなかの上級者なのでハイスペックになる可能性もあります。ただ軽いより重たい方が良いので、いいダンベルを買いたい方はこれで間違いないです。またこの可変式ダンベルはオンザニーもやりやすく、四角形になっているので物理的に負荷がめっちゃ乗りやすいっていうね感覚があります。予算がある方は可変式も検討してみてはいかがでしょうか。それでは2つ目の器具に参ります。2つ目は懸垂器です。5段階評価星4となっております。懸垂器はなんといっても値段が1万4000円とコスパが最強。背中は自重トレではどうしても鍛えれないので、上から下に引くという動作は懸垂器でしかできません。さらに背中の筋肉である広背筋は一番伸びきったタイミングで筋活動が最大化することが分かっています。つまり懸垂は最も最強の種目といっても過言ではないですし、数多いマッチョを見渡してみて懸垂をしていない人はいないぐらい優れた種目でもあります。そんな懸垂もできるか不安な方も多いと思いますので、合わせて懸垂補助チューブなども4000円ぐらいで買えますし、このチューブは腕トレや肩トレにも応用できて幅広く使えるのでおすすめです。また懸垂器は懸垂するものだけだと思われがちですが、意外と全身鍛えれます。懸垂だけでも二頭筋と広背筋と肩の後ろ、逆手での懸垂で僧帽筋を鍛えれます。また背もたれを利用したレッグレイズも行えます。主に腹直筋を狙えたり、少しひねると腹斜筋も鍛えれます。さらに手前にある取っ手を使ってディップスもできます。ディップスは大胸筋や肩の前側や三角頭筋も鍛えることができます。他にも一番下にある取っ手を使えば可動域を広く取った腕立て伏せもすることができ、非常にコスパの良い器具となっております。懸垂やディップスは自重でのトレーニングになるため比較的強度が高くなります。 70kg の人なら 70kg でベンチプレスをしているのを想像すると、その大きさも想像できますよね。つまり効率よく総負荷量を高めることができます。ダンベルか懸垂器か悩んだ方は、背中を重視したい場合は懸垂器、全身バランスよくいろんな種目を取り入れて筋肉を大きくしていきたい方はダンベルなどの選び方もできます。詳しくは最短最速で懸垂0から10回の動画で解説しています。それでは3つ目です。3つ目はトレーニングベンチです。この前半3つが最強のコスパを誇ると解説しましたが、優先順位的には最後で OK です。トレーニングベンチのメリットは可動域の拡大があります。例えばダンベルフライをするとき、床にダンベルが当たって大胸筋を伸ばしきれません。ダンベルカールやトライステップエクステンションなども椅子がないと頭よりダンベルが後ろに来る動きとなるので、壁や床に当たり行えません。また足トレをするときも、普段のダンベルスクワットよりもブルガリアンスクワットの方が可動域も多く、片足なので強度も高めれます。個人的に家トレ最強足トレだと思っています。ショルダープレスをするときに背中の支えにもなったり、サイドレイズで角度をつけて行ったり、プルアップのような背中で一番可動域が広い種目もできたり、大胸筋上部は肩の屈曲の動きで関与するため、ベンチで角度をつけることでバランスの良いかっこいい大胸筋を作ることもできます。このようにダンベルと組み合わせることで、ほぼジムと変わらないクオリティでトレーニングができます。もちろん特殊なマシンなどはないですが、フリーウェイトで効かせる練習にもなるので、個人的にはメリットだと思っています。実際に2021年の8月の論文では、筋肉に対して様々な角度から刺激を入れることが重要だと書かれております。動作は明確に3つの面に分けられ、野上面、全額面、水平面があります。例えばダンベルフライなら水平面、インクライダンベルフライやディップスなら全額面、プルアップなら野上面など、各部位でもいろんな方向からトレーニングを行えるのがベンチの一番のメリットです。どの部位でもそれぞれの特徴を取り入れることで、いろんな角度から刺激が入り、筋肉に対しての総負荷量を高めることができるでしょう。おすすめのベンチは90度まで上がるこちらのものなんですが、現在販売されてないみたいです。お問い合わせしてみたので、進展があればコメント欄に書いておきます。このベンチはね、過去最高に使い勝手が良かっただけに、現在売られてないのが惜しいです。また他のベンチについてはこちらのベンチになります。一番安いので8000円ぐらいなのですが、少し安定感がないイメージでした。僕自身も一度購入して溶接部分が壊れたという経験があります。
まあ、しかしたまたまね奥が壊れただけなのかもしれないので、最安値が良い場合やあまり移動をしないっていう方はねおすすめです。また真ん中に芯があるものが一番壊れにくさでは安定かなと思いますが、値段が1万4000円とそこそこします。やはりね良いものはなかなかいい値段がしますね。自分の予算と相談してみてください。それでは4つ目です。トレーニングマットです。なくても問題ないのですが、あるとかなり助かるので星 3.5 評価としています。マンションや自宅でも床を傷つけたくないですし、音もうるさくないか心配ですよね。実際にダンベルをね床に置くときにフローリングとかだと結構音がしたりうるさかったりするんですよね。そこでこのマットの登場です。腹筋をするときやストレッチのときでもクッションになるのでありがたいです。6枚で3000円と形も自由に選べてコスパも良いので金銭的に余裕があったり、次の給料日に後からの買い足しでも問題ないと思います。床を傷つけたくない方は初めからセットを買うのもおすすめします。数も多いのでどんどん行きましょう。次は5つ目です。血流制限バンドです。詳しくはこの動画で解説していますので割愛します。科学的にも負荷を高めることができたり、関節の負荷を減らせたりとメリットがとても多いのがこの血流制限バンドです。ただ使い方だけ間違えないように注意をしましょう。血流制限と止血は全く違いますので、締め付けすぎないゴムバンドが個人的に安全です。値段も5000円前後と安いです。しかし腕と足しか使えないっていう点があるので評価は3としております。ただ前回紹介した時の反響がねあまりにもすごすぎて売り切れ状態なので再入荷を待ちましょう。それでは5つ目です。パワーグリップ&手袋です。こちらもなくても問題ないが安く買えるので星3評価としております。ダンベルを握ると豆ができたり、懸垂やローイングなど引く動作の時に握力が先に疲れてしまうことがあります。それを防いでくれるのがパワーグリップです。使い方も簡単で巻きつけるだけで握力の補助をしてくれます。トレーニング中に握力が負けたり手が痛いと感じる場合にはあると便利なアイテムとなっております。1つ1000円から2000円とコスパもいいです。ぜひ検討してみてください。それでは6つ目です。腹筋ローラーです。星 2.5 評価となっております。安いので1000円で買える上に腹筋の筋活動を調べた研究では腹筋ローラーが一番高いことが分かっています。腹筋を割りたい場合は脂肪を落とすことが最優先でありますが、腹筋を鍛えることで大きくすることも可能です。まあ、お腹の脂肪の落とし方はこちらの動画で解説しています。ただしなくてもダンベルとか懸垂があれば十分腹筋って鍛えられますので、優先度は低いけどダンベルだけしか買わない人には腹筋だけ特化するためにも1000円払うのはまあ安い買い物かなと思います。実際ね懸垂するときに腹筋とかも、ね、使われたりするらしいんで、まあ、懸垂器買ってる人だったら別になくてもね問題ないかなと思いますし、僕も腹筋ねほとんど鍛えてないんですけど普通に割れてるので腹筋の筋肉が好きとか鍛えるのが好きっていう方にはおすすめです。それではどんどんいきます。7つ目はプッシュアップバーです。これは懸垂器やダンベルは買えないけどまずは腕立て伏せから始めたいみたいな超初心者向けの器具です。ダンベルや懸垂器があると代用できるため星は2とさせてもらっています。ただ値段も1000円と安く、家トレの入り口として買うのには非常に安心感のある価格であり、大胸筋の幅広いトレーニングを行います。詳しくはねこの動画でプッシュアップバーについて解説をしています。それではここからは少し値段が高いけど本格的なホームジムをコスパよく作れる器具たちを紹介していきます。僕はまずダンベルを購入して、その次にこの器具を購入して幅広いトレーニングを取り入れていましたし、現在でも使用しています。それでは8つ目です。ベンチプレスセットです。星は4評価としています。欠点は置き場所がでかいことと、初心者には値段も高くハードルがあるかなと思いました。ただ性能は間違いなく最強ですし、いろんなトレーニングを行えます。ベンチプレスセット本体が約3万3000円で、バーベルと重り70キロセットで約2万程度なので結構いい値段がしますが、がっつり設備が整ったイメージ。またベンチプレスが好きな方も多く、僕もね一番好きな種目でもあります。そんなベンチプレスに憧れのあった僕はこちらを購入しました。これをもし買うのか検討する場合は注意が必要です。まずベンチを買う必要がなくなります。そしてダンベルがなくてもバーベルがあると意外と代用できます。もちろんダンベルがある方が良いのですが、値段も張るのでどっちかしか買えないという場合でも安心して全身を鍛えれます。できる種目がほぼジムと変わらないんです。バーベルスクワット、ベンチプレス、インクライン&デクラインプレス、デッドリフト、ラットプルダウン、バーベルカール、ローイング、トライセプスダウン、レッグカール、レッグエクステンション、これらの種目が一つでできてしまいます。ダンベルがあるとダンベルプラスベンチで紹介した種目もさらに行えるのでもはや無敵です。ただし懸垂だけできないっていうのがねネックではありますが、ラットプルダウンでも代用は可能です。スクワットやデッドリフトの時には腰に巻くベルトもね腰痛を予防できますし、体幹もね維持しやすいのでおすすめです。購入検討する場合はベンチプレスセットを買うのか、最強3点セットを買うのかの2択で迷うかなと思います。ここは目指す体や予算によっても変わってくるので、僕みたいに両方買うパターンも全然ありだとは思います。ただね僕もいきなり全部買ったわけではなくて、半年かけてですねちょこちょこ買ってたら、まあ、気づいたらめちゃくちゃ増えてたよみたいな感じなので、トレーニングを楽しみながらもっとやりたいと思ったら買うとかでもね全然いいと思います。また同じセット系でももう一つあります。9つ目がハーフラックです。こちらも星4評価としています。まず値段が1万程度安い2万前後で買えます。さらにこれの最強のメリットは懸垂
もできる点ですね。懸垂器を買うならこれを買うとプラス6000円でこれが買えてしまうというようなイメージです。ただしバーベルセットが約2万ぐらいするので、そこはね少し値段が張るので検討が必要です。このような選択肢もあるのを知っておくと、後々ね器具の被りをなくせて無駄になることっていうのを抑えれます。こちらはビッグ3を極めるために安全なセーフティーバーがあるのも良い点です。セーフティーバーだけを別で買うとそれも1万程度するので悩みどころではありました。ケーブル種目やレッグカールやエクステンションなどしたい方はベンチプレスセット、懸垂とビッグ3を極めたい方にはこちらがね超おすすめとなっております。それでは最後に10個目がケーブルスミスマシンです。これはね少し番外編ですね。値段も15万5000円と高いですし、結構ね場所も広く取ります。ただ懸垂以外はどの種目もできますし、唯一ケーブルやスミス系の種目を行えるためジムに非常に近い感じになります。この動画でねレビューしているので、まあ、興味がある方は見てみてください。どの器具にもメリットデメリットがあるので、総合的に見て初心者にとって間違いないのは初めの3点セットかなと僕は思います。最後にそれぞれのセット価格比較表を作りました。それぞれの予算や目指す体や部屋の広さから考慮して自分だけのホームジムを作ってみてください。最後に全ての器具をおさらいして終わりにしていきます。僕はダイエットを始めて5ヶ月間脂肪が全く落ちずに悩んで、当時は絶望していました。自重トレを毎日やっても有酸素運動を毎日1時間やっても僕の体は全然変わりませんでした。無駄な努力なのかと自分にがっかりした時もありました。しかしダンベルを買ってベンチプレスセットを買って、そこからトレーニングの質も上がり、知識も学んだことで一気に体を変えることができました。ジムじゃないと不可能だと言われることも多いですが、そんなことはありません。サプリのように毎回消費する消耗品とは違い、器具は一生残ります。そして将来の寿命が伸びたり、筋トレで生産性が上がることで使える時間が多くなれば、今少し高いと思えるこの器具も必ず自分のための安い投資になると思います。これからも一緒に頑張っていきたいと思う方は、忘れる前にチャンネル登録と通知ボタンを押しておいてください。また良かったと思う方はね、ぜひね参考になったという方でも高評価だけでも押していただけると嬉しいです。また現在3600人が参加しているノリフィットネスイエトレスクールでは、僕が初めてマイナス18キロ腹筋を割ったノウハウや、僕の友人がわずか3ヶ月で腹筋を割り1年後筋肉を大きくしたノウハウをまとめた3日間の配信を無料で見ることができるので、ぜひ友達追加よろしくお願いします。また筋トレやダイエットは闇雲にやっても成果が出ないことがあります。サプリを飲んでもその効果は本当に薄いです。それよりも今回学んだことのような知識だけは一生の財産へと変わります。ダイエットの科学や筋トレの科学的知識や、今回紹介した器具を有効活用した限定動画が見れるオンラインジムを運営しておりますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。また現在入会者全員へ個別相談キャンペーンも行っていますので、一人で心細いと思う方は僕と一緒に頑張っていきましょう。では最後に価格表の一覧とともに紹介した器具をまとめていきます。ダンベル4種類、懸垂器、懸垂補助チューブ、トレーニングベンチ3種類、衝撃吸収マット、血流制限バンド、パワーグリップ、手袋、腹筋ローラー、プッシュアップバー、ベンチプレスセット、ハーフラックセット、トレーニングベンチ、ケーブルスミスマシン、全19種類それぞれのメリット、デメリット、カスタム方法をすべて解説していきました。新しく器具を買うときも何度も見返して参考にしてみてください。また筋トレ始めた友達などにもね紹介してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。